こう出すか。よいしょ。うん。うん。よいしょ。こんにちは。ワタックス Vlog の白石です。今日ね、撮る動画なんですけど、DIY のね、動画を撮っていきます。まあ、久々のね、DIY なんですけど、今日作るのはね、まあ、先日から買ってたキャンプ用品をね、収納する棚を作りたいなと思って、まあ、ようやくね、材木が届いたんで、今日からね、ちょっとずつ作っていきます。でね、一応1本にまとめるんで、まだね、材料揃いきてないんで、すいませんが、分割して編集していきますんで、よろしくお願いします。今回買った木材なんですけど、2x4 のね、木を買いました。で、これね、おなじみ、DIY おなじみのディアウォールを使って、まずは柱を立てていくんですけど、うちのね、天井よりちょっとこの木材が大きいので、まあ、まずはね、カットしていきます。で、使うね、ノコギリね、まあ、安いノコギリかな、これ。結構細かいやつなんで、ちょっと切るの時間かかりそうだな。まあ、一応ね、ありがたいことに、近所の材木屋さんで買ったんですけど、これね、角っこはね、尖ってないので、ヤスリでね、磨こうかなって思ったんですけど、まあ、そういうね、処理をしなくても良さそうかな。ちょっとね、こういう、ボロボロしてるところがあるんで、まあ、そこは一応ヤスリかけた方がいいかな。あんまり目立たないような気もするんだけどね。天井の高さが 2.3m なんですけど、この木がね 2.4m ぐらいあるので、どうしよう、引き算をするか、それとも足し算してそのまま 2.3m 弱で取っちゃおうかな。一応226センチこの辺なんで、まあ誤差レベルはね大丈夫なんだけど、ネットで見るとディアウォールのその性質上、実際の天井よりもマイナス40ミリぐらいでね、カットしといた方がいいらしいんですよ。なんで天井が、まあうちの場合2.3メーターあるので、 2.3 メーターから4センチ引いた226センチだから 2.26m、ちょっとややこしいけど、まあ、それでねカットしていけば多分大丈夫なはず。ちょっとやっていきましょう。まあこういう時ね、ほんとコンクリートブロックめっちゃ楽。木切る時ね、ちゃんとやっぱ高さというかね、こう段差がないとなかなかやっぱ切りにくいので、こういうのがね1個あるとめちゃ便利。よし、切れました。 OKOK、 これで OK で、あとはもうこの柱を、ディアウォール、こうディアウォールをねガチョってくっつけて、で立てるだけなんで、まずはねそこまでやってみますよ。多分大丈夫だと思いたい。まさか寸法間違ってたらちょっとショックだけど、大丈夫なはず。よっ、とりあえずこうしとくか。ちゅうわけでね、とりあえず、お、危ね、仮でね置いてみました。ここのねデッドスペースのところね、ここに柱を立てて、でねこう棚をね何個かつけて、まあそこにねキャンプ用品を収納するようにしたいと思います。でこれなんですよ、このディアウォールね、こいつが超重要で、これ買ってねどのぐらい2、3ヶ月ねほったらかしてたんですけどね、ようやくまとまった時間が取れそうなので、これをね使います。で2個あるから、もう1個ねすでに開封してて、これねスプリング式になってるんですよね。こういう風にグッとなってて、でこのスプリング式の部分が上側にねこういう風につけるようにして、こっちのスプリング入ってない方を下にします。ほんでね、ライトがちょっと厳しいんだけど、ここのね上にもうかましちゃって、あとはこれを上にグッと持っていきながらスライドさせちゃいます。お、すごい、
すごいわこれ、めっちゃがっしりしとる。じゃあこいつもね開封しますよ。本当はね、ここでね、ここでなんか撮影できないかなっていろいろ考えたんですよ。撮影スペースみたいな感じでどうにかね、スペースをうまく利用したかったんですけど、あまりに狭すぎてね、ちょっとあまりに狭いし、ライティングの状況も悪いし、なかなかね、使いどころが難しくて、こういう風なね、柱立ててね、うまくデッドスペースを活かすっていう風にしたんだけど、こっちもね、せっかくか壁だしね、なんか撮影とか、ほんとできたらよかったんだけどね、まさかここまでね、どっぷり YouTube やるとは思わなかったから、その家の設計するときにね、それ見越してやりゃよかったな。ちょっと失敗したな、それが。よし、できた。できたりできた。寸法的にはね、ちょうどよくて、バタンと倒れないような感じになってるんで、まあ、あとはこれに棚用の木を買ってきてね、であとこういう L 字のやつ買ってきてつけてあげれば、キャンプ用のね棚の完成です。とりあえず柱はできたんで、これからね棚用の木、棚用の木ってなんていうんだ、棚木っていうのかな、それをねちょっと買ってきてくっつけたいと思います。じゃあこれくっつけたはいいが、取るときどうすんのっていう話なんだけど、ここのね後ろのこう木をもう前にグッて出しちゃえば、これ多分ポコンって取れると思うので、まあそのために上がスプリングになってるんだろうね。なんでね、設計としてはすごくシンプルなんだけど、まあ強度もあるし、天井とか、まあ、壁とかに傷をあんまりつけずに設置ができるってことでね、こいつはすごいわ。今回ね、この木材は色も塗らなかったしね、特にニスもつけずにもそのまんま行こうと思うので、まあ、壁のね色がちょっとグレーっぽい、今照明の関係でちょっとオレンジっぽい色になってるけど、壁自体はねグレーな感じなので、まあ、そのまま木のね質感で行こうかと思います。まあ、室内で使うからね大丈夫だろうし、まあ、塗る手間とかね、あと 2x4 の木がもしこれへたってきた時に取り替えることも考えると、あんまいじくんない方がいいかなとちょっと考えました。というわけでここに来ました。新宿日曜大工センターというところに来ました。本当はねハンズにね、まあ、買いに行こうかと思ったんだけど、なんかねここでもね結構売ってるらしいので、まあ、簡単に材木とか買うんだったらいいかなと思って来てみたんだけど、とりあえず店内入ってみよう。あ、結構いっぱいあるな。あったあった、こういうのか、こういうのだけど、よし、ゲットしましたよ。やっとゲット。ちょっと悩んだけどね、これでなんとか組み立てられそうです。で、ここのね、新宿日曜大工センターなんだけど、初めて来たけどね、すごいわここ。なんか通販で買うより全然早そうだから、ちょっとまたね来よう。よかったです。よし、じゃあ帰ってきました。うー疲れた。買ってきたものをねちょっと簡単に紹介していきますか。どうしようかなって今回思ったんですけど、作り方的にね。で、こういったねレールを買ってきました。
これホームセンターとかね、まあよく売ってるんですけど、ここにこういったね、この引っ掛ける、なんて言ったらいいんだろう、これは棚受けだな、棚受けをね買ってきて、まあこれセットでね、あの一組のセットになるんですけど、こういう風にねガチョンってはめてあげて、このサイズに合わせて切ってもらった板を置けば、まあ、棚の出来上がりになります。棚受けがねちょっとサイズいくつかあったので、まあ、今回はね、一番大きい30センチ、これね30センチめちゃでかいんですよ。このぐらいあって、30センチの、棚受けと15センチのね棚受けの2つに、しました。まあこれ理由があって、寝袋をね、置くための、まあ、一番上に置く棚ですわね。あとはこのスリーピングマット、まあ、これを一番上に置いてしまえば、でかいものはねとりあえずなんとかなるかなっていう感じです。で15センチの板の方はそれ以外の小物ですわね、まあ、クッカーだったり、あとコンロだったりを、まあ、この上に置いておこうかなと思うし、これから道具揃えていくことを考えると、もうあと2段ぐらい用意しておいてもいいかなとちょっと考えてます。とりあえずねレールをねつけていきます。昨日よりはねちょっとライティングこっち気味にしてるからまだマシかもしれないんだけど、じゃあつけてきますかね。一応まあこれねビスあるんで、このレールに刺して、まあ、ビス止めちゃえばもうそこで完成なんですけど、水平を取らなきゃいけないんで、今回はねこれ水平器も使ってちゃんと棚がねまっすぐ、なるようにねしていきたいと思います。これ安かった、ね1000円ぐらいだったかな。水平器も結構ピンキリなんだけど、何がいいかちょっとわかんないんで、とりあえずね、一番安いのをね、買ってみました。マキタのドライバードリルね、まあ、買ったはいいが、全然使う機会がなかったんで、今回初始動ですよ。あの、ビットね、この先端のやつも、ちょっと揃えてなかったんで、さっき急いで買ってきたんですけど、これでね、軽く打ってきますよ。多分すぐできると思う。どうしようかな。一番上のところにまあやっていくような感じになるから、あんまり上すぎなくてもいいかなって思うんで、とりあえず下に一発打ちますか。これで入りましたと。でバランスを取りたいんで、まあこうしておけば止まってくるところでちゃんと真下に降りてるから、まあこれでバランスは取れてると思います。多分これでいけてるはず。あっ、一旦ねこれ仮止めしときます。ミスった時にグッて入ってるとちょっと嫌だからね、この辺にしとこう。問題はこれだな。ここの高さとここの高さがね、ちょっと本当に合うのかね、怪しいな。怪しいし、一人でやるのがちょっと難しいかもしれないから、呼んでくるか、わたっこ。こういう感じね。ほんで、ちょっとそこにある、でこれを乗っけてですな。え、で、どうするって？これ、うん、この木をここに合わせて、うん、あでこういう風にするってこと？そう。あそれでもいいかもしんないね。あ割と水平いけんじゃないこれ。なるほど賢いな。じゃあちょっと乗るから、ここの玉あるじゃん、うん、これが真ん中来てるかちょっと見といて、ここをちょっと押さえといてほしいのよ。はいはい、こう、うん、トンって持って、うん、結構重いよ。もうほんとだ、ちょっと待って、パーもうちょっと違う、もうちょっと違うでしょ。あ、そう、うん、ここ、え、全然落としないんだね。なんかもっとゴーっというか言うかと思った。これ、うん、いや、強く押したら、よし、いや、まだ大丈夫。あ、ちょっとずれてっか。まっすぐじゃなくてもいいんじゃない？ん？まっすぐじゃなくてもいいんじゃない？まっすぐの方がいいでしょ、これ。少しずれ、もういいや、もう誤差だ、誤差。そうだよ。
いやまあしょうがないね。まあいいや、ずれたとしても、うん、水とかボール置くわけじゃないから OK、うん、だって物乗っかってるもん。そうそう、おーバッチリ。まあ、やっぱ欲を言うとここにもう一個入れたいかな。なんか入れてもいいような気がしてきた。で今回はねこの安いコンパネをね買ったんで、まあ、多少汚れて見えるんだけど、まあ家だったら気にしないし、もしねちょっとこうなんかあの模様が嫌だなっていう場合は塗ったりねして対応するかな。でもねこれめちゃめちゃ安くて2枚で大きいのとまあちっちゃいの2枚で900円だったかな。これ良かったですよ。ここにこういう感じでね、こっちに置いとこうか。こんな感じで置いちゃいますよ。シートもあるからね、シートを置いてからのテント、テントじゃないや、寝袋、寝袋だった。あとスリーピングマットもここに置いちゃいますかね。これはまだねお披露目してないけど、椅子ね、キャンプで使う用の椅子もねここに置いちゃいます。こんな感じでいいかな。まあ、ちっちゃいやつはねここにね置くようにしていこう。もうこのクッカーねめっちゃめちゃ便利なんだけど、めちゃうるさい。もうなんかガッチャン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 言うから気になってたんですよね。ここに置いときます。あとは細かいものはこのヘッドライトとこのね手回し用のライト、これうちの子がねくれたんですよね。なんか親子消防体験の時にねもらったやつで、これうちの子ね、うちの子わたっこがねパパこれ使えばって言うんで、これもねキャンプに参加させますよ。あとこれ100円ショップで買っといたタオルとねゴムバンドもここに置いとくかな。とりあえず今ね当面のキャンプ道具はねこことここにあげときました。今回ねとにかくこの取り外しができるね棚、自分でね高さを変えれるっていう棚をね作ったんで、まあ汎用性はあるだろうし、例えばうちの子供の寝袋買った時にねもうちょっと奥までやるとか配置替えもねいろいろできそうなんで、これはこれでねいい感じで出来上がったと思います。いやー最後の取り付けがちょっと大変だったね。というわけでいかがだったでしょうか。いやーちょっとね作り出しからね完成させるまでねちょっと複数に分けてたんで、僕もね服が変わってるってことはつまり日にちをまたいでるんですけど、思ってた以上にやっぱディアウォール便利ですわ。やっぱりネットでね書かれてる通りそんなに力もいらないし、 2x4 の木材さえあればどこでも建てれるっていうのがねすごく利便性高くて、で1本だけでも結構フックとか使えばね服を立てかけたりとかもできるので、なかなかねいいなと思いました。というかね今こっちに建てたんですけど、こっちに建てたいね。こっちにもう1個建ててキャンプで着ていくような衣類、例えば、まあ、この前ワークマンで買った上着だったりとか、そういったのもね、ここに設置したいなと思いました。というわけでね、また、ここでね、撮るかもしれないんで、その時はね、なんかいろいろ、物が増えてたら、改造したっていうことで、見ていただければと思います。ありがとうございました。ディアウォール、めっちゃおすすめ。まあ、ほんとねキャンプ用品とかごちゃごちゃするんでね、なんか賃貸でもね全然できるんで、こういったね収納棚作りたい人はぜひ試してみてください。この動画面白ければいいね評価とねあとチャンネル登録の方をねよろしくお願いします。それではまた。